ザペニンシュラ・バンコクは台湾国のクローンサーン区にある最高級ホテル。運営は香港上海ホテルズ。チャオプラヤー川の川岸1 9 9 8年11月に開業した39階建て高さ151メートル370室の高層ホテル。すべての部屋がチャオプラヤー川に面しており、マンダリンオリエンタル・バンコクや シャングリラホテルバンコクなどの最高級ホテルの対岸に一致している。ホテル、バンコクスカイトレインのサパーアンタークシン駅間を往復する無料のシャトルボートが一定時間おきに運行されている。所要時間は約5分。パッケージツアーで利用されることが多いホテルで、パッケージツアーやホテルクーポンで利用される最もベーシックなデラックスで約46平方メートルの広さを誇る。 また、デラックススイートは約76平方メートルの広さである。デラックスとデラックススイートは4階から9階の低層階にあり、グランドデラックスとグランドデラックススイートは10階以上の高層階にある。なお、デラックスとグランドデラックス、デラックススイートとグランドデラックススイートの区別はいずれも一致している。木沢橋の違いだけで、 客室の広さや設備による違いはない。このホテルの最大の特徴はバスルームで、全室にカラーテレビとシャワーブースがついている。同ホテルは高級車であるロールスロイスとメルセデスベンツを所有しており、ホテルスワンナプヨム空港間の送迎などで利用されている。さらにこれら高級車の代わりにヘリコプターを利用することも可能である。ホテルの屋上がヘリポートになっている。 2003年には旅行専門誌、トラベルレジャーの読者投票で世界最高のホテルに選ばれた、など、ありがとうございます。